エレクトロンはアメリカとニュージーランドの企業であるロケットラボが開発した人工衛星打ち上げ用の小型液体燃料ロケットである。地球低軌道に 180kg のベロードを投入した実績を有し、1回の打ち上げ費用は500万ベドル未満にする予定である。軽量化のためロケット本体は炭素繊維強化プラスチックで製作されている。 基本仕様では低軌道へ 400kg、高度 500km の太陽動機軌道へ 100kg までのペイロードを投入する能力を有する。独自技術にも力を入れており、例えば第1弾、第2弾のメインエンジンであるラザフォードエンジンは電動ポンプサイクルを採用しており、電源としてリチウムイオンポリマー二次電池を電動ポンプとして直流ブラシレスモーターにより駆動する。 ターボポンプを使用している。また、エンジンの主要部品は専用の 3D プリンターで作られている。ペイロード部は、ブースター部から切り離し可能としており、ペイロード部に貨物を搭載し封印してから、数時間程度で再びブースター部に結合できる。第1弾、第2弾とも推進剤は、ケロシンと液体酸素である。ニュージーランドのロケットラボ第一発射施設当初、 エレクトロンの最初の打ち上げは2015年末が予定され、商業的な運用は2016年に開始予定とされた。また、ロケットラボはニュージーランドにおけるロケット車場として、カンタベリー地方のバードリング S フラットを選定した。しかしその後の実際の打ち上げでは、ニュージーランド北島のマヒア半島にあるオネヌイ、ステーション車場が使われている。アメリカ合衆国では、 ケネディ宇宙センターからの打ち上げが検討されている。ロケットラボの本社はフロリダ州にあるが大部分はニュージーランドで製造される。2015年には87回の燃焼試験を実施した。11号機の打ち上げ2017年5月25日にペイロードなしの1つ A テスト。 と名付けられた試験機の初打ち上げが行われた。ロケットの上段は衛星軌道に乗らず弾道飛行に終わったものの、それ以外の技術的な実証は全て成功に終わり、今後の進展に向けて十分な結果が得られた。予定された軌道は、近地点3 0 0キロメートル遠地点 500km、軌道傾斜角83度の大円軌道だった。失敗原因の究明には、 約2ヶ月が費やされた。発表によれば、高度2 2 4トル時点で、地上設備のミスにより、テレメトリー状が検出されたため、安全のために飛行を中断したという。これはソフトウェアで容易に修正可能な問題であり、2号機以降に生かされることになった。エレクトロンは使い捨て型ロケットとして開発されたが、 2019年8月には将来的に1段目の回収、再使用を行う計画が発表されている。この計画では、打ち上げ後の1段目はそのまま自由落下した後、パラフォイルを展開。減速したところをヘリコプターで空中回収する。ロケットラボでは、再使用を打ち上げコストの削減ではなく、打ち上げ頻度を向上させる目的で行うとしている。 その後、洋上にパラシュートで着水したものではあるが、2020年11月20日に打ち上げた16号機で同社としては、初めて第一弾機体の回収に成功した。民間企業としては、世界で2社目となる。ありがとうございます。